フィリピンの人がそうですね、映える場所、インスタ映えですね、映える場所、クラークのカラオケ、まあ、クラークの飲食店ですよね、バーとかレストランとかカフェとか、まあ、この辺りでどこでしょうかということなんですけど、まあ映えるというかですね、まあ、ちょっとクラークはですね、まあ、アメリカ人が多かったりして、ちょっとアメリカの雰囲気がある場所、一角もあったりとか、まあ、そういう場所、ちょっとフィリピンらしくなくて面白いのかなと思います。あとは、まあ、人気の場所としては、まあ、ウォーキングストリートとかアンヘルスとかになりますけれども、まあ、ちょっとネオンがガチャガチャしてて、日本のなんか東京みたいなね、イメージなので、映えるというのはちょっと違うのかもしれないんですけど、まあ、おすすめの店っていうのはいくつかあって、でぼったくられないとかそういうのが大事ですよね。やっぱり現地行って嫌な思いしないようにですね、せっかくなんか映える写真撮ってもですね、あんまりいい思い出がなかったってなると、まあ、写真とその嫌な思い出を結びついてしまいますので、まあ、面白い場所っていうのはやっぱり現地人に聞いた方がいいかなと、あと現地に住んでる日本人に聞いてもらえばいいかなと思います。で、海外移住ご希望の方ですね、稼ぎやすいもの